シダリンザブロウ、シダリンザブロウ、明治25年1月4日は、日本の物理学者、電気工学者。佐賀県拓市生まれ、工学博士、電気学会創設者、万寿屋の子として、小木郡東拓村別府に生まれる。早くに父親を亡くし、母の手で育てられたが、神道の誉れ高く、佐賀藩が老拓氏の家臣に取り立てられる。 幼少時から学問に優れ、特に数学が得意だった。半日により1872年に工部省工学寮に入学し、ウィリアム・エアトン等の下で、電信学を学んだ。1879年に、電信科を主席で卒業し、日本初の工学士となった。低信省電信局長就任。翌1880年に、スコットランドのグラスゴー大学に留学し、 ウィリアム・トムソンの下で、物理学、数学などを学び、数々の研究を行った。帰国後、工部省電信局で、日本の電信技術のために働きつつ、工部大学校教授として、電気工学等の専門教育に励んだ。また1885年に誕生した、低心省の設置提案を行った電気や通信、磁気や物理など幅広い研究を数々行い、 中でも1886年の隅田川の水面を胴体として用いた導電式無線通信実験はマルコーニの無線実験より9年前に行われたとして評価されている。1888年日本初の工学博士となった。明治時代の当時、物理学や土木工学の一部と考えられることが多かったと言われる電気利用技術の将来性について注目しており、 電気工学の普及、発展を進めるため1888年5月に電気学会の創設を宣言し、定信商大臣だった榎本武明を会長に据えて設立した。電気学会第1回の総会で電気工学が実現しうる未来技術について演説し、その後その予測が次々と実現してきたため、先見性を評価する声が多い。 1891年夏より大磯に、天地西洋してていたが、1892年、麻生の赤十字病院にて36歳で亡くなった。米国、エレクトリカルエージ氏はその死を報じ、哀悼の意を表した。シダカツキ、千賢の人、シダリンザブロウの生涯、ニューメディア、1993年。ISBN4 から93万1188から05から、2。 ありがとうございます。